はいどうもお車研究所カードクサービス、こんな晴れた日に布団を干すと気持ちよく今夜は眠れる研究員の矢野と、こんな晴れた日は車の中でゲームがしたい、カメラ担当岩明です。よろしくお願いします。さあ矢野ちゃん、はい、本日はこちらさつき晴れというんでしょうか、すごい晴れてるじゃないですか。やっぱり天気いいです。はい、天気いいですよね。こういう日は車の中でやっぱりゲームがしたいじゃないですか。そこは、はい、あのむしろ雨が降った日とか家の中でゲームとか分かるけど、はい、こういう天気がいい日はドライブでしょ。あ、そうですね、大変失礼いたしました。こんな晴れた日はドライブでどこかに遠くに出かけたいので、移動中車の中でゲームをして有効に時間を使いたいという動画でございます。略してこんな晴れた日は車の中でゲームがしたいと言った形です。でこちら今日はですね、このスイッチを車につなげて、みんなで見ながらこうドライブできるような状態にしていきたいと思っております。その上でですね、実はこのスイッチ普通に接続したらつながりません。どういうこと？いや、矢野ちゃんにこの後やってもらうんですが、これ気づくまで私30分かかりましたので、そこも皆さんにですね、ちょっとあの情報提供というかですね、まあ皆さん大変知ってるかもしれないんですけども、ああこんなに時間かかるんだなというのをこの動画ですぐ解決させていただければと思いますので、はい、早速やっていきましょう。おう、というわけで矢野ちゃん、早速こちらのスイッチ本体と車につなげなければいけないので、このケーブルですね、このケーブルも見てください、特殊なやつで、片方が HDMI、あの車につけるやつですよね。はい、そしてもう片方が C 端子とですよね、ここに、はい、それをつなげれば車につないで車の中でゲームスイッチができるじゃんと思うじゃないですか。普通そうじゃないですか。はい、やってみましょう。はい、モニターによいしょ、よいしょとかやっぱり言うんですね。いや、あのね、はい、お尻がね、はい、普通こうやってしたら乗るんですけど、はいはいはい、よいしょと高いから、はい、それではデリカ D5 の HDMI、はい、こちらですね、はい、USB と HDMI、 こちらのカバーを開いていただいて、HDMI をまず挿しますと。向きはこっちの上だね。はい。山を挿して、はい、そして残ってる方を Nintendo Switch の C 端子に挿しますと。C 端子に挿します。はい。そしてキーオンにしますと。まあ、これでセット OK ですね。そうですね。これで基本的にこのスイッチの画面がこちらに来ると。でまずは HDMI ですので、外部入力にしましょうかね。外部入力ですね。を押します。HDMI じゃないんですか？あ、HDMI ですね。こっちを押さないといけない。はい、押さないといけないですね。押しましょう。押しましょう。押しないです。押しましょう。プンっていう。じゃあ、見てください。でも画面はこうやですよ。ほら、いろんなスプラトゥーンとかも。スイカゲームやる気満々ですよ。でも、HDMI で繋げてるから。でも繋がってますよね、ここ。繋がってますよね、これ。なんでかわかります、ヤンちゃん。壊れてんじゃないの？いやー、それがですね、実はですね。この状態じゃ動かないんですよ。でもこの HDMI に挿してるから、はい、普通携帯とかの映像もそうだと思うんですよ。スマホだったら動、あの映りました。ただスイッチはそんな簡単には遊ばせねえぞと。え？というわけでですね、こちらこれ充電器じゃないですか？これはあの充電器ではなくてテレビとかに接続するときに使うんですけれども、はい、厳密に言うとですね、こちらです、これです、これです。コンセント、はい、スイッチの充電ではなくてですね、ちゃんと外部から電源を取らないとこちらに行かないみたいなんですよ。ねえ、でもこれって家庭用コンセントじゃないですか？はい、そうなんですよ。これがうわーってできないじゃんってなるじゃないですか、いやデリカ D5 なめんなよと。あ、変換があるんだ。なめんなよと。やるちゃん、後ろでございます。後ろ、はい、こちらに見てください。 AC100V って書いてるのかな。そうなんです、ここに実はコンセントあるんですよ。OK、そうですね、はい、 OK です。でそこにコンセントまず挿しますと。あー、 OK ですか。はい、コンセント挿します。これすごい特殊なコンセントも挿せるってこと？はい、3つのやつでできるんですね。はい、これ挿していただいて、ここにコンセント、使えるのこのコンセント、なんかこれくるくる、あー、わかった、わかりました、やなちゃん、わかった。1から100まで説明しないといけないかなと思ったんですけども、これ横向いてるけど、これだと入らない。で、はい、刺しながら回すと入るところに、あ、来た。そうですね。来ました。ですね。一般的にですね、コードが下にあるので、多分こうがいいんじゃないかなと思うんですね。ああ。コードがこう。はい。じゃあコードがこう来て、今このスイッチのドックに来ました。
このシータン紙外してください。シータン紙を外します、はい、そしてそちらに刺します。このまま、はい、抜いて刺すと。抜いて刺す、はい、そしてこちらの HDMI のケーブルをつないでください。こちらありますので、これは使えないやつだ。そうですね、それも外していただいて、 Nintendo Switch するときには使えませんと。 iPhone とかスマホをつなぐときにはいいんですけど、はい、じゃあつないでいただいて、ここに、はい、刺す刺す。でこっちはその専用の刺すところが、あっこれ違う、形が違う。あった。いや思いっきりあります。最初からどこ行くんだろうと思って、いやいや最初から見えてるのにわざわざ違うところに。いやここ、いやいや書いてますね、こちらに。いやもうなんだろう、はい、刺してください。あ、任天堂、もしかして任天堂に文句ですか今。いやとんでもない、はい、じゃあ刺してください。任天堂は神対応。なんと、はい、見てください、 HDMI が光った、光りましたね今。そしてってことは使えるってこと。はい、押してください。いきます。はい、ピロン、つきました。見てください。いやいや外したろ。あ、ダメなんだ。いや当たり前じゃないですか、見ましょう。でこちらでですね、あの、じゃあそれはですねテレビのタッチパネルなんでスイッチ動くわけがないじゃないですか。逆にそれで動いたらマジですごいなと思うんですけども、さすがに画面をそこに映してるだけですので直接、はい、何も触れはしませんけれども、こちらで操作ができますと。へー、なので電源をきちんと取らないとこちら任天堂スイッチさんは車のテレビとつながらないと。これに気づくまで30分ですね。私このケーブルで C 端子でしょ、 HDMI でしょ、合ってるでしょ、でなんで繋がらないんだと30分ぐらい戦いました、ね、でまさかなと思ってですね、これをワンセット持ってきたら、うん、まさかのやっぱり電源をきちんと取らないと動きませんっていう。家のテレビとつなげる容量。そうなんですよ。はあ、ただしスマホとかはですねこの C 端子と HDMI ですぐ繋がったので、ですよね、はい、おそらくこれは電源とかの関係上をちゃんとコンセントに刺さないとダメなんじゃないかなといった動画でございます。あ、いやよかったです、矢野ちゃん。これでですね、もうドライブ中できますね、はい、無事。そして矢野ちゃん、こちらのデリカにはこの鉱石モニターがあります。鉱石モニターで見てみましょうか。あ、見たい、はい、これだよね、はい、そうですね、はい、それを開くと開いて、おー、三菱モーターとなりますと。そうすると見てください、もうさっき一瞬スイッチの画面映りましたけれども、うん、任天堂スイッチとなってます。どうですかね、見た感じは。画面の大きさとかは。大きさは見やすい、はい、見やすいですか。あ、よかったです、よかったです、うん、おースイカゲーム、かわいい。こちらで、はい、これでみんなでスイカゲームをしながらですね、うん、あー、ダメダメ、そこじゃないそこじゃないみたいな形で言いながら、うん、こう、あー、何やってんの、連続車、ダメでしょダメでしょ、どうのこうのって言いながら楽しめれる、ドライブが楽しめれるという動画でございます。いいですね、矢野ちゃん、わかりました。今回の動画はですね、うん、任天堂スイッチをつなぐときには必ず電源をコンセントから取ってくださいと、うん、伊尾明からのお願いでございます、うん、はい、といった形で今回の動画いかがだったでしょうか。ちょっとあの車が楽しくなりそう。はい、よかったです、はあ、それではこの後ですね、矢野ちゃんにスイカゲームやってみたという形で、うん、初見の矢野ちゃんがスイカゲームをしているサブチャンネルもご覧ください、うん、今回の動画がいいなと思ったら、うん、チャンネル高評とグッドボタンと素敵なコメントよろしくお願いします。ではサブチャンも見てね。バイバイ。